え、オリンピックとか？すごい、ありがとうございます。はい。皆さん、こんばんは。NMB48 メンバーリレー配信始まりました。NMB48 の宮本亜美です。はい。皆さん、本当にたくさんありがとうございます。お待たせしましたね。お待ちくださってありがとう。あ、なにこれ。お金が欲しいみたいな人のマークになって言えばいいみたい。やば、目が近い。すごい、なんか聞けてますか。すごいな。あ、ありがとうございます。やばい。ちょっと待って、投票機能とか出て使うんですか。あ、やば、ありがとうございます。ね、これやな。ちょっとじゃあ皆さんに聞いちゃいます。投票テーマ、はい、じゃあいきますね。何これ、あ、時間は、じゃあちょっと一旦1分でやってみよう。休みの日にやることまでいきます。はい、じゃあできてますかね。投票機能使えてるですか。え、できてる？できてるか、多分。あの、投票してみてください、皆さん。休みの日にするなら何をするかで、ゲームやインターネットか、ショッピングやアウトドア。さあ、どうですか？あと30秒で一旦終わりますね。やばい。すごい。え、すごい。これめっちゃ、ありがとうございます。リフトかな。ありがとうございます。かわちいいですね。やっぱこれオリンピックですかね。オリンピックのやつ、オリンピックのなんかあれですね。すごいポケモンみたいなのを入れたりしてる。すごいですね。ハメハメハが出てるみたい。ねえ、からビームだ。え、これ出るんかな。すごいね。あ、投票結果出てる。投票結果はゲームやインターネットが44票、ショッピングやアウトドアが7票でした。すごい、皆さん家におることが多いってことやな。じゃあ確かにすごいいいですね。神は休みの日やるならゲームやインターネットはしんけど家におるね。まあたまにはお出かけするけど、ゲームやインターネットの新居のお家にいることが多いです。そうですね。あ、昨日のライブ、昨日ありがとうございました。ライブね、めっちゃ変わった。あ、そうですね。それでは最初に、あ、8月15日に開催された、おとといのその昨日から、その日に開催された、8月15日木曜日に開催された NMB48 真夏の紅白祭り2024では、塩月キャプテン率いる白組と坂田キャプテン率いる赤組の2チームに分かれた対決があったんですけど、そこで赤と白がね、どっちが勝ったかが決まったので、ほんで8月16日金曜日と8月17日土曜日の夜に開催された NMB48 サマーパーティー2024では、チーム NMB2 が揃って、本当にね、めっちゃね、もうライブ会場が熱々になったと思うんですけど、そのライブがあったり、8月17日土曜日の昼公演は、あの9期研究生がね、その公演だけ出たんですけど、NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024で8期生さんと9期生と10期生メンバーで次世代ライブをやりました。で、このね、母の日って覚えてるんですけど、みは母の日にゆうみさんが卒業発表されたんですけど、この卒業発表された伊藤ゆうみさんがプロデュースしてくださったライブですね。そう
あ、でまた今回の全4公演は全ての公演で10期生が前座で出演してくれてますので、皆さんオンライン配信のチケットが8月15日の NMB48 真夏の紅白祭りの方が8月22日の18時まで、販売は12時までなんですけど、その日のまでアーカイブ配信がやってて、8月16日に行われた NMB48 サマーパーティー2024ファーストナイトは8月23の12時まで販売して18時まで見れます。なのでまだ見れてないよって方はぜひ見てください。あの見た方も見てください。現地に行ってた方も多分もう暑いし、やっぱりもうね、もう暑いからほんまに、大変だったと思うので、またお家でゆっくり見てください。はい、そうです。あとは8月17日の昼公演 NMB48 NEXT GENERATION LIVE 2024と、その夜に行われたサマーパーティー2024のセカンドナイトの、あ、すごい、ありがとうございます、王冠、花の王冠ありがとうございます。そう、その2つのやつ、その2つのライブは8月19日の17時から8月26日の17時までアーカイブ配信をする予定なので見てください。8月19日って今日ですか？明日ですね。明日の17時から見れます。はい、で、そう、このね、8月17日に行われた2公演はあのワンセブンライブさんで無料で独占ライブ配信することがしてたので、することがあってしてたので、まあ気になる方はそのライブアーカイブ期間決まってる間にたくさん見てください。はい、9期もね、初めて、去年もジェネレーションライブやらせてもらったんですけど、その時は一番下の子入って出させてもらったんですけど、今回はもう10期生が入ってきてね、一つ先輩などということで、まあちょっとね頑張りました。はい、すごい、本当にうわ、ひまわりですか、これは。アミはね、お花の中でひまわりが結構好きですね。うわ、見て、すごい、ハムスターがアミのその上に乗ってますね。わけだ。ありがとうございます。すごい、すごいです。あ、で、なんかツイッターで、そう、あのハッシュタグ NMB48 と17でおしゃべりっていうハッシュタグをつけて質問とかやってくださってる方がいるので、それを読みたいと思います。あの皆さん、今でも全然、今この配信見てくださってる方はぜひコメントしてください。コメントっていうかつぶやいたらいいんですよね、多分。そう、見ていきますね、それを。コメントじゃなくて、このあるんですよね、ハッシュタグ NMB4817 でおしゃべりつけて皆さんつぶやいてください。何でもいいですよ。ちょっとじゃあ見ていきたいと思います。まず、あった、夏休みの宿題終わりました。帰って終わってないですね、全然終わってない。アミね、7月中にもう終わらせようと思ってたんですよ、宿題。だけどまあそんなん終わるわけないやん。終わるわけないやん、やばいんだけど、終わらなかったですね。目標は立ててました。でも7月中には終わらなかったです。はい、仕方ない。それで8月の初めに終わらそうとか次決めたんですけど、また終わらんくて、ほんまに今焦って頑張ってます。はい、今回のライブでここを一番頑張ったってところはありますか？アーカイブで見てほしいところがありますか？って全部頑張ったんですけど、一番頑張ったのは未来とはかな。未来とはを初めてやらせてもらったんですけど、あのめちゃくちゃ振りが難しくって、なんか早いんですよ、めっちゃ。だから覚えるのが
大変でした。覚えるっていうか、覚えてからどんだけ大きく踊ったり、まあ表現つけたりするのかが難しかったです。あと台上の上で踊ってたんですけど、あの時は限られた場所の幅から落ちないように踊るのも結構難かったですね。あとアーカイブで見てほしいところは、あの初めてねアドレナリンで、あのフロントメンバーっていうんですかね、 1,2,3 番手までのことをフロントメンバーっていうんですけど、そこに入れてもらえて2番手で出たんですけど、世代交代でも他のライブでもやったことがないポジションをやらせてもらったので、そこが見てほしいところです。あとはドントルックバックに入れてもらったところも見てほしいですね。あのダンスめっちゃ好きなんですけど、なんか踊ることは好きなんですけど、踊る系に入れてもらえたことは、まあ、ないんですよ。なのでそれが嬉しかったのでめっちゃ頑張りました。はい、そう、あの雪乃さんとかもいて、その亜美の周りがみんなもうダンスがキレキレで上手い方ばっかりと一緒に踊ったので、自分も置いてかれないように頑張ったので見てください。それですかね、見どころは。はい、神谷で公演をプロデュースするとしたらどんなメンバーでどんな気分でですかって、そうやな、まああやみちゃんと要相談ですねもしそうなったらあ、すごい、ありがとうございます。スマホ見てる、かわいい。そうですね、でもどうやろ、わからんですね、全然。はい、パンダを好きになったきっかけは何じゃろうかって、小学2年生の頃にあのねパンダのキャラクターにハマって、もちパンって言うんですけど、まあ略なんですけど、もちもちパンダが好きになって、そこからパンダが大好きになります。まあちっちゃい頃からパンダが好きだったんですけど、特にそのキャラクターを知ってからめっちゃ好きになりました。あのほんまに可愛いなと思って、アニメ皆さん好きなキャラクターいますか？そう、ほんまに可愛い。すごいね、なんかめっちゃギラギラ、ショールームとは違うあれですね、あのギフトですね。はい待って、どこまで行ったっけ。あ、石田ゆみさんでやってみたユニットなんですかって。やってみたユニットはハートの独占権がやりたいです。ナンバーライティー公演でやってる曲なんですけど、それがめっちゃやりたいです。あれは、はい、頑張りますほんまにすごいですね、かわいい。これパンダに似てるけど、これはコアラとかですか？コアラかな、コアラっぽいですよねなんかすごい目の色が変わった。カラコン、え、すごい、こういうエフェクトですかね。ありがとうございます。すごい。兵庫県以外で住んでみたいところはどこですか？ハワイです。アミはハワイに住みたいですね。なんかね、え、皆さんもあるあるかもなんですけど、アミねよく夢の続きを見ることがあるんですよ。夢で見たことを、まだ次の日の夢とかで同じ夢を見たりするんですけど、ハワイに住んでてもうめっちゃ家が一面ガラス張りみたいな、ほんでめっちゃ海が綺麗に見えるんですね。なのでハワイに住みたいですね。毎日そんな綺麗な海が見られたらきっといいですよね。はい、そういう感じですね。なみたんは朝のルーティンとかありますかって。朝のルーティンは毎日配信をすることですね。ショールームで7時からあの毎日配信してます。なのであの明日も、今日もやったし明日もするので、よかったら見に来てください。今日はちょっとね時間が遅かったですけど、明日はまた平日になるので7時から配信します。目覚まし代わりとかにも見てもらったら嬉しいですね。あ、
あとはね、あ、10期生が入ってきてどんな時に自分が先輩になったんだなって実感が湧きましたかって。何やろ、まだ呼ばれたのは、まあ、1回とか2回なんですけど、アミタンさんで呼ばれた時かな。なんかね、何やろ、全然実感がないですよね。はい、だってまだ、まあ、つい最近までは9期が一番下だったのにって感じです。びっくりですね。はい、あとは何やろ、そういう時ですかね。そういう時ですかね。はい、あとはなんか、ここってこれで合ってますかみたいな言ってもらえた時はめっちゃ感じますね、そういう風に。はい、わ、すごい、またオリンピックが始まりました。これすごい、ありがとうございます。あ、ビームや、ビーム、ビビビビビビ、すごい。なんかね、あの、一時期ビーム欲しすぎありました。すごい。ビーム、これもでもカラコンみたいですね。秋から始まる8、9、10期生の新公演での目標や意気込みがあれば教えてくださいって。目標は、まあ、高くなので、あの、世代交代ではね、初日メンバーに入れなかったので頑張りたいと思います。はい、意気込みは何やろ、まあ、ほんまに頑張るのでよろしくお願いします。でもめっちゃ楽しみですね。どんな曲が入るとか全然わからんし、何人で公演するかも全然知らないので気になります。はい、あ、質問じゃないけど、お盆休みも今日で終わりの終わり、明日から仕事の方多いと思うので、いつもの元気な方がください。わかりました。じゃあ皆さんが明日から頑張れるように、またハメハメハー、ちょうど星が来ましたね。これで多分もう皆さんは明日からも頑張れるので、はい、アミも、でももうすぐ夏休み終わるんですよ。アミもほんまにやばい、悲しいですね。早かったです、今年の夏休みは。結構、あのね、結構忙しかったですね。そうです。で、まあ、もうすぐしたらチカッパもあるので、チカッパ祭が夏の最後の思い出かなって感じですね。はい、はい、今回の夏コン全般の全般のセットリストの中でやってみたくなった曲がありますか。これはこの前もそうだったんですけど、この前も、うん、やったんですけど、落とし穴をやりたいと思いました。めっちゃ可愛かったですね、ほんまに。あのね、あ、それこそ去年の次世代とかでやってたかなって感じなんですけど、そう、去年レイニャがやっててね、めっちゃ可愛かったんですよ。だからみもいつかやりたいと思いました。はい、あとはね、アミタンが大きくなったらイロハになることは分かったので、アミタンには小さく可愛いまでいてほしいんですが、可能ですかって。そうだね、可能かな、分からんですね。まだまだ身長が伸びるかもですね。あ、すごい、またアビーム、すごいね、ありがとうございます。そうですね、一応身長何センチまで伸びるかな、全然分からへんですけど、でもね、ママもパパも飛び抜けて高いわけじゃないので、190とか200センチとかはいかないと思いますね、多分。まあ、いっちゃうかもですけど、多分大丈夫。はい、そうですね、みたいな質問です。リハーサルで忙しくて
リハーサルで忙しくしてたので夏休みの宿題何パーセントで終わりましたが、量としては100バー中70パーぐらいだったんですけど、だけどな、あ、嘘、60パーぐらいだけど、その残ってるものが結構ね、重大っていうか時間かかりそうな読書感想文とか新聞作りとか、そういうね、作文系ばっか残ってるので、量で言ったらそれぐらい終わってるけど、時間で言ったらまだまだかな。やばい、本当に急いで終わらせます。ありがとうございます、これありがとうございます。花火、花火見に行きましたか、今回、今年の夏。これはね、あ、結構見に行ったっけな、ちょっと忘れたけどあ、見に行ったかな、見に行ったと思います。はい、わ、すごい、ピース、プレゼントが開いた、ありがとうございます。かわいいね。そう、今回のライブで好きになった楽曲がありますけど、今回のライブで Don't Look Back がめちゃくちゃ好きになりました。なんか前からやりたいなって思ってたんですけど、だからこの悟りが決まった時にこれできたらいいなと思ってて、本当にできたのでめっちゃ嬉しかったです。これから挑戦してみたいダンスナンバーはありますか？これからは Must Be Now をやってみたいです。Don't Look Back もやりたかったんですけど、 Must Be Now もいつかやりたいって思ってます。めっちゃかっこいいですよね。なのでアミはその可愛い曲はもうめっちゃ普通に大好きなんですけど、踊ることも好きなのでかっこいい曲もできるようになったらいいなと思います。頑張ります。そうですね、ダンス、ダンスいいですよねダンスもできて可愛い曲も踊れたらかっこいいですよね、めちゃくちゃ。だからそういうのができるようになりたいですね。はい、はい、まみたん、最近新たに親しくなった先輩メンバーいますかって。親しくはなってないかもやけど、たまごっちが流行ってるんですけど、最近この間こじりんさんとラジオをやらせていただいた時に、そのたまごっちの笑いで盛り上がって、こじりんさんがそのアプリを入れてくださったんですけど、そこから会ったら毎回今どれぐらい成長したか報告してくださってめっちゃ嬉しいです。そう、めっちゃ早い、すごいんですよ、進むの。めっちゃうまい、すごい可愛い子を育ててますね皆さんもやってみてください。めっちゃ今キュウキも流行ってます、結構。そう、あ、マストビナーが流れてますね、ハッピーがすごい可愛いですね。あみね、小さい頃公園行ったら、何の花なんやろ、なんか白いさ、空気が長くて白い、ちょっとふわふわってなったタンポポじゃなくてもうちょっと固めの花で、いつも冠作ってました、お花の。でも網作れんから、作ってましたってよりは作ってもらってましたよな。はい、そういう感じですね。うわ、燃えてる、すごい、すごいわーですね、流れ星がいっぱい来るな。もうね、世代交代、あ、すごい、これもありがとうございます。世代交代が終わっちゃってなんかお金を求めてるみたいになってる、ありがとうございます。そうで、世代交代が終わっちゃってね、もう普通にロスっていうの、ロスですね、めっちゃロス、ほんまにやばい、寂しいですね。世代交代では、アミは流れ星、わがままの流れ星と
セルフレジスタンスっていう2曲のユニットをやらせてもらってたんですけど、セルフレジスタンスは初日から初日以来やらせてもらってるんですよ。もう2回目の出演からずっとわがままやらせてもらってて、そう、一時期はもうあの他のユニットがやりたすぎてもう本当にやばかったんですけど、でもユニットでもわがままと言ったらアミタンよなってほしいなって思って、それからめっちゃ流れ星頑張りました。はい、アミタンこんばんは。今年の夏の思い出は何ですかって、今年の夏の思い出はやっぱライブですかね。楽しかった、めちゃくちゃ。でも4公演あったうち1公演しか出れなかったですね、休憩研究所は。だからもうちょっと出番を自分たちから増やしていけるように頑張ります。あともうちょっとしたら地下伐採もあるので、それも夏の思い出になりますね、きっと。あとはもし海外旅行したらどこ行きですか。住みたいのはハワイ行ってたんですけど、旅行するならどこやろう、まあ韓国とか近いから行きたいですね。はい、あとはグアムにまた行きたいです。コロナになってから行けてなくて。そうなんです、コロナ前は何回か行ったことがあるんですけど、コロナになってから、コロナが流行ってからなかなか行けないですね、海外は。はい、あ、海が綺麗なところが好きです、アミは。そう、ママもパパも海が好きで、だからアミのね、身が海っていう字なんですよ、覚えていてください。あとは3個目がね、あの夢の国の中のあのね、ダッフィー&フレンズの世界に登場するキャラクターって一番好きなのは誰ですかだって。アミはジェラートが好きです。ジェラトーニが好きですね。めっちゃ可愛い、ほんまに見てください、ほんまに可愛い。緑の猫ちゃんです。アルバカが喧嘩してるんですか、これ。すごい、緑の猫ですね。あとは一番最新の子なんですけど、あ、まだビーム、そう、一番最新の子で、ビーナベルちゃんって子なんですけど、ピンクのキツネですね。その子とジェラトーニが好きです。まあみんな好きです、みんな可愛いからね。はい、で NMB48 に入ってよかったと思ったけど、どんな時ですか。まあ1個目はそうですね、他の周りの友達とかが経験できないことをやらせてもらってる時とかで、2個目はライブの時とかに、まあ公演もそうなんですけど、皆さんがアミに会いに来てくれる時ですかね。絶対 NMB に入ってなかったら多分あのお会い出会うことができてなかったと思うので、そういう時に入ってよかったなと思いますね。はい、次挑戦してみたい手料理もしくはお菓子何ですか。そうですね、スイーツやったら何やろう、でも結構作ったんですよ、もう。何が作りたいんやろうな。じゃあ、トゥンカロンが作りたいですね。マカロンよりも中が敷き詰まってるのなんですけど、あんまりトゥンカロンは作ったことがないですね。1回ぐらい。なので、もう1回作りたいです。あとは、ロールケーキとかかな。普通の、ケーキは焼けるんですけど、ロールケーキは焼いたことがないので焼いてみたいですね。上目やブログを書くときに意識していることはありますか。そうですね、まあ上目は結構ブログに比べたらフレンドリーに書いてなんて言うんだろう、フレンドリーっていうか分からんけど、まあブログよりも上目の方が何ですか、
あ、敬語がない、敬語はあるけど、なんか全部敬語なんでなくて、おはようみたいな、おはようございますとかじゃなくて、そういうとこですね。はい、そういう感じです。今後ライブや公演で来てみたい印象ありますか？生写真で一回来たことがあるんですけど、らしくないの衣装が、まあ公演とかライブとかで着たいですね。めっちゃ可愛いんですよ、ふわふわで。アミが来たのは紫とピンク色かなの衣装着せてもらったんですけど、もうほんまにめっちゃ可愛くって、なのでそれを着て踊りたいです。ほんまに可愛い。あと高嶺のリンゴの衣装着たくて、綺麗なのでめっちゃ嬉しかったですね。そうです、でもほんまにらしくないの衣装が可愛いので着てみたい。なんかザ・アイドルって感じなんですよね、冬場の、うん、冬モコモコしててめっちゃ可愛いですね。そう、クリスマスパーティーの時に歌ったんですけど、衣装は着てないので衣装は着てみたいですね。はい、マミヤ以外で結成したいペアはありますか？私はユーミさんの卒業前にユーアミを結成していっぱいライブ配信してほしい。確かにそうですね、ユーミさんとのペアも作りたいですね。まあどうやろう、でも9期は結構みんな仲いいからペアができまくってますね。例えばアミはアミアヤの次に9期でペアやったらアミコヨか、あ、そう、さっき言ってたんですけど、さゆきちゃんとアミさゆ、そう、あのめっちゃさゆきちゃんと一緒におるんですけど、コンビ名ってなかなかなかったんですけど、アミさゆになりました、さっきたまたまな、アミとさゆきちゃんの名前って何やろうみたいな感じの話になった時に、さゆあみかアミさゆにしようってなったんですけど、あのね、レイニャに決めてもらってアミさゆになりました。そうですね、だからアミア以外やったらアミコヨかアミさゆかな、キューキの仲やったら、まあみんな仲いい、でもキューキはほんまに、でもユーミさんとのペアも成立、なんていうの、結成させたいですね。はい、涙ん釣り好きですが、ずっと魚で一番大きいのは何ですか？何やろう、でもパパがね釣り好きなんですよ。それでそう、ちっちゃい頃からよく連れてってもらってたので、何やろうな、パパと一緒に釣ったものなら結構でかいなるかもいいけど、アミ一人で釣ったってなったら結構まだちっちゃめです。これからでかくなっていくかな。はい、あ、でもタコ釣りめっちゃ好きです、アミ。でかさとかじゃないんですけど可愛いんですよ、それがいいですね。アミちゃんに水鉄砲をやられてるのに東京の日比谷の残りゴミ入ってください。確かにね、あのね、去年の夏の合宿、あ、コアラ、カワチ、あ、見て見て、あら、聞いてた、ここに今コアラが乗っかってた、すごい、カワチ、あ、あ、来た、うー、すごい、アミの指をウリやと思ってんのかな、カワチ、あ、ウリやんかなって、かわいい、めっちゃ。え、でもこんなところでコアラ飼えたらいいですよね。アミもね、コアラほんまに飼いたいと思ってる時期あります。はい、あ、そう、ほんで、あの去年の去年の夏のキャンプの合宿の日の時に水鉄砲でアミは勝ちました。スイカをゲットしました。で、最後にみんなで食べましたね。懐かしい、やばいな、めちゃくちゃ懐かしい、やばくないですか、普通にもう1年経ったんですよ、それも去年の今頃とかかな、夏休みの終わりやったっけ、初めやっけとかだったと思います。
やばい。まあ時間経つのが早すぎてね、ほんまに最近は早すぎて、ほんまに1分1秒大切にした方がいいなと思います。ほんとにもうあとね今8月最後やから、あと3ヶ月ぐらいしたら9期も加入して2年目なんですよ。2年目ってか2年が経って3年目に突入するって感じですね。やばいよね、早すぎ、やばい。あとはちょっと夏休みやり残してること何かあるって。そうですね、やり残したことは特にないですね。なんやろ、思い浮かばないので、まあ全部結構やりたいことはやれただと思います。そうやな、ないかな。まあ、あやみちゃんとかともお泊まりができたので結構満足ですね。はい、ほんまにないですね、やり残したことは。皆さんは逆にやり残したことありますか？なんか何かしたかったみたいな、 あるんですか？あるんですか？マミはないです、ないつもりです。でも強いて言うならあやみちゃんと一緒にねキッザニアに行きたかったです。もうねあと 1,2 年とかで生きる期間っていうんですか、この年齢の対象年齢じゃなくなるんですよ。だから行きたいです、対象年齢のうちに。そうですね、行きたいねって話をしてたので、まあでも今回は結構忙しかったんで仕方ないかな。はい、皆さんハッシュタグ NMB48 と17でおしゃべりをつけてなんか質問とかしてください。ビームありがとうございます。アミは結構、アミお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんがいるのでドラゴンボールとかめっちゃ見てました。見てたっていうか見せられてた。公園のお弁当争奪じゃんけんに負けたら落ち込みますか？でも何かによりますね。まあ何でもいいやと思ってるときは落ち込みません落ち込みませんけど、これがほんまに美味しそうと思ったときは落ち込むな、ちょっと。でもそういうときはもしかしたら負けるかもしれへんと思うときは手を打った方がいいです例えばよくやってたのはコヨタンと協力プレイをするんですけど、コヨタンがじゃんけんするやん、まあ、2人がどっちか勝ったらそれを分けっこして食べたりしてますね。でももう世代交代も終わったのでお弁当の育てとかもなくなるのかなって思います。悲しい、ほんまに。でももうすぐか分からんけど、秋にその8、9、10期生での新公演が始まるっていうお知らせがこの前のライブの時にあったので、もしかしたらそこでお弁当育つがまた復活するかもですね。でも今はそれまではないから結構寂しいですね。9期で公演出れるのももう結構少なくなってると思うので結構ね寂しいですね。あんまりありがとうございます。アミは好きなお花はちなみになんですけど、あんま好きなお花言ったことないんですけど、ひまわりが好きですね。はい、アミが育ててるお花は何に育つんですかね、本当に教えてもらえないんですよ何やろうな、楽しみですけど結構最近今日もあげてきましたお水、またハッシュタグお花ちゃん日記であげるので待っててください。はい、はい、夏休み中の決まったルーティーンはあるって。夏休み中の決まったルーティーンで言うと何やろ、部屋の掃除をする、これはどういうことかって言ったら、
やっぱりあの平日普通に学校とかがあったらあんまりできないんですけど、なかなかね休みの日とかじゃないと。でも結構もう2日に1回とかなら毎日部屋の掃除をするようになりました。もうすごい肉美味しそう。生肉やけど。そうだね、そういう感じですね。待って、あとはねどこや、待ってください、どこまで読んだかわからなくなったんですよ。ちょっとごめんなさい、待ってください。一旦見ます。あ、部屋でのリラックス法やって。部屋でのリラックス法は、部屋か、あるいは家やったらベッドルームに行って布団を抱きしめるだけ。それが結構落ち着きますよ。めっちゃ落ち着く。あの皆さんもぜひやってみてください。はい、そういう感じですね。夏休みの登校日あるのかな。クラスメートと会いたい、かなりやって。そうやな、クラスメートは、いや、まあ会いたいけど、まあ会いたいです。はい、会いたいです。でも会いたいとかはないですね。会いたいけど、仲いい子とかは、まあ結構 LINE したり、あとはするので、LINE したりね、まあたまに、なかなか遊びに行ったりはできないんですけど、たまに遊んだりするので、そうですね。合ってるからまあママです。うん、かわちぃ、うわ、ありがとう。なんか降ってきました、いっぱい。そうですね、今年の夏のあきら先生エピソードくださいって。今年の夏はね、なんやろ、今年の夏じゃなかったら、あきら先生がねよくフリスクっていうのかな、こうラムネの食べたやつラムネのがさカンカンに入ってるやつをよくポケットに入れてるんですけど、あきら先生が9期に、去年の話なんですけどね、9期にフリを教えてくれた時にもっとこう踊るんやって言われて、めっちゃ激しいフリやったんですよ、それが。ほんであきら先生が踊ってたらポケットからフリスクが出てきて落ちて、フリスクの蓋が開いて、あきら先生の周り一面がラムネだらけになってたとかですかね。あとね、今年の夏やったらあきら先生って雨男らしいんですけど、そう、いつもチカパン祭の時に、今回3回目なんですけど、今回の出る時が3回目のチカパ祭になるんですけど、その時にもあきら先生が来てくれるんですけどね、それでもしかしたら雨降るかもやから、それが今年の夏のあきら先生エピソードになるかもですね。そう、分からへんけどこれでほんまに雨降ったらあきら先生は雨男ですね。うん、最近某コンビニのチョコバナナ過去アイスにハマってるんですが、あみちゃんが最近ハマってるものありますか。最近ハマってるものか、なんやろ。でもなんだろう、ヒント来ないけど、ハマってるものが部屋の掃除。さっきも言ったんですけど、夏休みになってからアミのお部屋がなんか一気に変わったんですよ。そう、綺麗になって、めっちゃママが頑張ってね、部屋、アミの部屋を結構模様替えっていうか、そうイメージしてくれて、その維持を頑張ってますね最近は。そう、それを維持してます、頑張って。そういう感じかな。で、食べ物やったら水と、なんていうの、栄養ドリンクじゃなくてさ、スポーツドリンクを割って飲むのにハマってます。これはね、それこそライブの時とか公演の時に飲むものなんですけど、普段は飲まんですけど結構美味しいです。あみたん、ショートカットも似合いそう、昇格したらバッサリイメージェントがありですかって。そうですね、
ショートカットはしないですね、アミ。そうやな、ショートカットはしません、多分。だけど、ボブぐらいならあるかもですね。ないないかも。でも一旦、もし収穫ができたら早く髪が切りたいですね。ちょっと長すぎて、もうね、あの髪質的にめっちゃ絡まる髪質して、だから一旦ちょっと絡まりにくい。あ、ウサギ、よしよし。そう、絡まりにくい髪の長さにしたいなって思います。めっちゃそう。モミタンこの時間に配信してるのは新鮮。普段は何時間に出るのかな。そうやな、アミは基本公演とかもそうなんですけど20時までなんですよね。そう、なのでこの時間に配信してるのは結構珍しいですね。普段何時ぐらい寝てるのかなについては、何時やろな、日によるな。めちゃくちゃレッスンとかあった日やったら、はい、日を超えちゃう日が全然あるんですね。でも普通の平日だったら早く寝るの日は、まあ、10時から11時ぐらいです。普段は12時前後ですね。はい、なんかねバトンやってたから、もともと寝るのが結構遅めだったので、寝るの遅いのは、まあ、遅くはないかもですね。皆さんから見たら全然11時とか12時は全然遅いと思わんかもですけど、そうですね、結構結構早めか分からんけど、まあでも結構アミからしたら12時は遅い方なので。でもバトンをしてたので、バトンも9時とかまでレッスンが毎日あったので遅めでしたね。でも起きるのは得意なので、まあ、朝は弱いか強いかなら強い方だと思ってるので、まあ、まあまあいい感じだと思ってますよまあまあいい感じだと思いますよ。でもそんなね5時とかに起きるのはできないです。6時かな、早くて。学校の日はだからいつもね6時前後に起きてます。6時10分ぐらいに起きてます、いつも。そこから用意をしています。ゆっくり用意するのが好きなので、アミは朝は早く起きる派です。なんかさ2個あるやん、もう最後まで寝て用意をしてる人、する人と早く起きて用意をゆっくりしたい人。アミはこっち側なので早く起きてゆっくり用意してますね。そういう感じです。皆さんはどっち派ですか？ギリギリまで寝てる派ですか？でもそういうのしたら結構忘れ物が多くなるので、アミは。あ、ほら来た、かわいい。そうだから、やばい、コアラタイムコアラタイム、かわいいですね。こういう感じ、ちょっとこっちに来てほしい。あーあら、あら閉じちゃった。そう、もし固定部屋が変えれるとしたらどんな髪型にしたいやって、ハーフツインもまあまあ結構気に入ってて、もう今めっちゃ好きなんですけど、変えるならポニーテールにしたいです。もう髪の毛が上げたくて、髪絡まりやすいっていうのもあるんですけど、もうめっちゃ夏場は暑くて、冬場はまあでも冬も動いたら暑いからなんですけど、髪の毛をこうわさわさしない髪型にしたいです。だからこうまとまった髪型がいいですね。何でもいいです、別にツインテールとかでもいいし、何でもいいけど、こう下ろしてる部屋以外がいいな。はい、皆さん今日の配信はどうでしたかもう1時間経ってて、早いですよね、めちゃくちゃ。やばい、はい、やっぱ喋ってると一瞬なんですよ、1時間って結構ね、早めですね。そう、本当は今日は19時からの配信のはずだったので、1時間待ってくださってありがとうございました。そう、ありがとうございます。1時間押してだったんですけど、まあでも良かったです、配信できて。今日のうちにもうこのまま繋がらんかったらどうしようかってめっちゃ思いましたね。
またこのここの配信で皆さんとお会いできたらいいなと思います。コアラが可愛かったです。今日一番思ったのはこれ。うわ、ちょうど出てきた。ナイスだ、ナイスコアラ。かわいい。ありがとうございます。ほんまにかわいい。でもこれで言うとアミはね、パンダも飼いたいな。ここにパンダも飼えたらいいんですけどね、コアラ以外にも。出てた。そう、めっちゃ可愛い。そう、アミはそうだからね、20時から配信することがなかなかないので新鮮です。めちゃくちゃ楽しかったですね。これからもっと大きくなったら、なんかあの何ですか、そういう企画の配信の時とかにも深夜帯っていうの、遅い時間にも出れるようになればいいなって思います。でもね、アミね、夜更かしは苦手なんですよ。すぐ寝ちゃうんですよ。ほんまに12時になったらいつもね、勝手に寝ます。勝手に目が閉じてます。どんな日でも勝手に寝てます。だからなんかそういうね、企画とかあったら頑張っておきますね。もう前の日は一日中寝たりしといたら大丈夫かなって思うけど、なのでまあ大きくなったらね、ほんと長い配信ができるようになりたいです。そう、ね、16歳になったら、16歳、高校1年生になったら、9時とかまでできるんですよね、一旦。そう、いいですね、めちゃくちゃ。アミもそんな時間まで配信できるようになればいいんですけどね。そうですね、今回はめちゃくちゃ。あ、水泳してる。あ、水泳で思い出したんですけど、アミね、水泳苦手すぎて、毎年水泳の授業があるんですけど、初めに今の実力がどれぐらいかなみたいな感じで測るんですけど、アミのね、記録、毛伸びがね、1メートル半とかでした。2メートルやったかなとかでした。あ、乾杯。そう、とかで、ほんまに水泳が苦手なんですよ。なんか教えてもらえて、あ、夏にやり残したこと、それで言うと9キロプールに行きたかったですね。そう、9キロもずっと遊びに行こうって言って、やっぱりね、リハ期間が忙しかったり、他にもみんなの予定が合わなかったりで、なかなかね行けなかったので、またね9キロ早くお出かけに行きたいって思います。そうですね、ほんまに計画が立っても結構ギリギリのタイミングで行けなくなっちゃったりとかするんですよ。だから仕方ないんですけど、そう、またね行きたい。そうね、だから何とやり残したのは9期と遊ぶことです。どこでもよかったです。別にどこに行くでもよかったんですけど、どこか遊びに行けたらよかったなと思います。まあ、まだ冬休みもあるので、冬休みとかに遊びに行けたらいいと思います。はい、あとは何やろ、そういう感じですかね、やり残したことは。あとはマカロン作りたかった。1回しか作ってないんですよ。もっと作りたかったなと思います。でもまだ今日で終わるわけじゃないので、最後に滑り込みでマカロンとか作れたらいいなっては思います。でもケーキは作ったのでオッケーです。はい、そういう感じです、ね。夏休みのなんか家庭科の課題、プラス家庭の課題もマカロン作りにしました。にはマカロンを作ることを家庭の課題にしました。何でもよかったんですよ。ご飯作ったりしたら。そうです。それをしましたね。でも。アミめっちゃせっかちなので、マカロン作りって焼く前にね一旦乾燥しないといけなくて、それが待ちないので、ちょっとねこの夏にせっかちな部分を直していきたいと思います。もう夏終わるけど、最近ほんまに気温が涼しすぎてびっくりしてるんですよ、アミは。はい、いいですか。はい、
これももう一回ですか、うん、はい、あ、そうですね。で、昨日のライブで10月8日と9日に14周年ライブがオリックス劇場で行われることが決まって、10月9日は30枚目シングルの発売日にもなったので、そう、よかったら皆さん遊びに来てください。アミは NMB と同い年なんですよね。だから14歳と14歳です。あとは8、9、10期生の新公演も決まったので、それもまた楽しみにしてください。秋頃って言われてるので、はい、楽しみにしてください。次の配信は21時からで、はい、村井優里ちゃん、ああ村井優里ちゃんの配信なので見てください。ぜひほのぴーのお友達ですね。ほのぴーと喋ってるところをたまに見るんですけど、めちゃくちゃ可愛いですね。キュンキュンはみんな、あのほのぴーと優里ちゃん喋っててずっと言ってます。そう、ほんまに面白いです。ほのぴーほのぴーずっと言われてる。そうですね、はい、なのでまたね、あのオリックス劇場も見に来てください。あ、コアラありがとう。最後に連れ込みコアラですね。やばいで、あと3分で雨がもう出れない時間になるので、なんかトゥースのポーズみたいですね。ありがとう。でもパンダもつけたいな、やっぱりこれ2匹同時できるんですよ、すごいね。30枚目シングルってめっちゃキリいいですよね。しかもいいな、楽しみにしてください。どんな曲か楽しみです。アミはまた握手会とか写メ会とかもあるってことですよね。じゃあわあそれも会いに来てください。8月31、9月1日に29枚目のあ、いいのものオンラインお話し会が最後のイベントであるので、それも見に来てください。はい、じゃあね、交代したいと思います。ありがとうございました。またね、ありがとうございます。こんばんは。 NMB48 メンバーリレー配信始まりました。 NMB48 の村井優里です。配信を見てくれている皆さんとコミュニケーションを取りながら配信していきたいと思います。はい、あ、いいです、できてますか。すごい、こんにちは、はじめまして。はじめまして。はい、8月15日、16日、17日の NMB48 サマーライブ2024お越しくださった皆さん、ありがとうございました。私は全部の前座で出させていただいたんですけど、あとはネクストジェネレーションライブでは本編にも出させていただきました。すごい、ありがとうございます。そうですね、ネクストジェネレーションはゆうみさんがプロデュース
てくださって、すごいすごい嬉しかったです。前座、前座では、黒髪少女と太陽が坂道を登る頃と、アササ最高と、夢は逃げないを披露させていただきました。今流れてますね。夢は逃げないはもともと知っててすごいやってみたい曲だったので、できて嬉しかったです。どうでしたか？どうでしたか？気合入った、ありがとうございます。ステージから見るペンライト、すごい、なんかあんなに大きい会場でしたことがなかったので、ペンライトとこうバーって見えるのがすごかったです。最高、すごい楽しかったです。何でしょう、なんか投票みたいなのあります。慣れましたか？いや、まだ全然慣れてないです。投票できない、これです。行きます。どうしよう。投票でやってみたいと思います。何にしよう。じゃあ。はい、これ行きました。夏するなら海に行くか山に入るか。投票お願いします。何分？こんにちは。すごい緊張してるんですよ。初めての配信ではないんですけど、
オーディションの時に配信をやったんですけど久しぶりでちょっと緊張してます。緊張伝わってくる？緊張伝わってきますか？めっちゃ緊張してます。ほのぴーが人見知り言うてたよ、だから大丈夫。そうなんですか？でもそうですね、人見知りなんで全然違いますよね。私はダジャレ言わないですことっちより緊張してない？ことっちより緊張してないですか？いや緊張してます。今日のコーデ紹介して、今日はこの花のなんか編み編みで、こっちはレースなんですよ。レースですえ、なにこれ、すごい、なんかすごいの出てきた。投票時間何分にしたっけ？3分にしたっけ？とりあえずストレッチしてみたら1、2、3、4ストレッチ、これ面白いですよね真似したくなります。カメラ目線、これどこ見、こっち、こっち上見た方がいいんですかね固定ヘアはデコ出しが良さそう。まだ決まってないんですけど、そうですね、多分っていうか、デコ出しになると思います結果発表、これをしたらいいんですかね。お、海の方が 80%、 山が 52%。 でもあれですね、結構僅差ですね。ちなみに私は海ですね、海派。でもなんか夏になったら毎年海行ってたんですけど、でももう去年ぐらいから焼けるのが嫌になって、高校生ぐらいからかな、焼けるのが嫌になったので全然行ってないです。もう小学生の頃とか別に焼けてもいいやって思ってたんで真っ黒でした、夏になったら。
っていう感じです。でも山登りもいいですよね。そうです。逆サイドポニーにするかどっちですかね。サイドポニーになるんですかね。なんでホノピーと仲良くなった。なんか気づいたら一緒にいました。他にもたくさん仲いい子いるんですけど、泳げますか？でも多分泳げます小学生の頃は25メートルのプールやったんですけどちゃんと折り返しもやってました。多分、はい、折り返しまでできてたんで泳げると思います。何歳ですか？19歳で今年20歳です。うわ、この曲も懐かしいですね。懐かしいっていうか初めての特別公演でさせていただいた。プール折り返しすごい、なんか小学生の頃は軽々できてたんですけど今はもう全然泳いでないんでできるかわからないんですけど。何泳ぎが得意ですか？でもやっぱり一番普通のクロールクロールですね。ちひるんとのエピソードある。ちひるんはなんかずっと食べようとしてきますいつもやっぱ身長高いんで私より全然めっちゃこうやってギューってしてきて可愛いです。面白いことも恥ずかしがらずできるタイプ。うわ、多分どうやろ面白いこと多分できると思います。ホノピーって友達の中でもダジャレ言ってるの？でも
まあちょくちょくぐらいですちょくちょくぐらいです。でも基本言ってないですね。活動を始めて心境どうですか？そうですね、なんかすごく楽しいですし、普段じゃない、絶対経験できない、普通に生活してたら経験できないことをやらせていただいてるので嬉しく思います。もっと頑張ろうって思います。コヨリンさんとサイボンと写真撮れてよかったね。そうなんですよ、昨日のライブの時に写真一緒に撮りたいって言ってくださって、コヨリンさんが、それで一緒に撮らせていただきました。すごい花火ね、これこれはこれ花火すごかった。何話したっけあ、そうそう、写真撮らせていただいて、三重県の三重県民の写真撮れました。嬉しかったです。食べようとしてくる。そうなんですよ、結構みんな食べられてますみんなのこと食べようとしてるんで。つねってくる。いや、つねってこないですよ、ジヒルン。最近の子は食べがちね。そうなんですよ、ニューリン背が高そうな雰囲気やけど10期生と並ぶと結構小柄やなと思ってます。そうですよ、なんか顔、見た目、顔では身長高いって言われがちなんですよ、なぜか。なんでかわからないんですけど、でも身長152センチしかないので10期生の中でもだいぶ低い方です一番小さい、あの強化と一緒ぐらいなんですよ。昔からロングだったんですか？ボブ時代とか？いや、もうずっと長いんですよ。ボブの時はもう記憶にないぐらい記憶にないくらい昔の時です。
覚えることいっぱいあるから大変やろね。大変そうですね。振り付けとかもこのライブ、この、夏のライブあったじゃないですか。その中でも新しく覚える曲は結構いっぱいあって大変でした。もうなんかごちゃごちゃになってくるんですよ。この曲、特別公演で披露させていただいてたんですけど、私もやりたかったです。若いメンバーでやってたのでいいなって思いながら見てました。密着とかで自分を見てどんな感じがした？そうですね、なんかまずあんな感じで映ってるんやっていうのと、なんかあれインタビューされるじゃないですか。そのインタビューがなんか語彙力なさすぎて全然話してなかったのがちょっとあーってなりました。本当に喋れないんです、語彙力なんて。変わったらあかんで、なんでですか。すごい可愛くて、なんか声が可愛いんですよね。声が可愛いなって思ってました、ずっと。すごい、いっぱい星飛んできてる。160ぐらいありそうなの。え？そうなんです。152センチです。でも最後に測ったのがそれなんで、もうちょっと伸びてる？153ぐらいは言ってたいんですけど、どっちぐらいありそうな見た目。え、本当ですか？どっち結構高いですよね。全然低いんですよ。これからレッスン、公演頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。京香ちゃんどんどん大きくなるだろう。え、ですよね。絶対抜かされます。あと1年ぐらいやったらもう絶対抜かされてそうですね。髪乾かすの時間かかる。え、めっちゃ時間かかります。普通におへそぐらいまであるんですよ。でもこれでも活動始まる前に、ちょっとだけ切ったんですけど、もうこんなに長くなってます。何分ぐらいやろ。でも20分ぐらいはかかると思います。かかってるかな、いつも。
ンジュさんに似てますね。え、本当ですか。さっきもコメント見たんですけど嬉しいです嬉しいです。初めて言う、すごいすごい、星がいっぱい飛んでる。くるみちゃんとのお話聞きたいです。え、くるねえは、くるねえは本当にいっぱい10期の中でもなんていうの、ちゃんと仕切ってくれててすごいですねすごい、ダンスも上手で。同期同じ10期生やけど尊敬します。本当にダンスが上手い。ユーリンでも苦戦したんだね。そうです全然そんなことないんですけど、あの覚えるのがもう何曲もあって本当に頭ごちゃごちゃでした。配信上手だと思うよ。自信持ってこれからも頑張って。ありがとうございます。もうこういうのなんか緊張しますね。しかも一人っていうのがちょっと緊張するんですけど、毎年測るようになるよ。劇場の壁楽しみにしてます。あ、そうなんですか。壁にあれですか、名前書く感じですかね。何センチになってるんやろ何センチになってるんやろ。紅白の時友達と2人で村井優里って文字持ったよ。ありがとうございます。嬉しいです。そう、切っておへそぐらい。そうなんですよ。しかもこれちょっと今取れてるんですけど、巻いてるんでもうちょっとあるかなって感じです。でもロングはめっちゃ踊ったりするんです。踊ったりするときにやっぱ邪魔になりますね。でもヘアアレンジが多分いっぱいできるので、長いとそれがいいところです。
構出し公演とかコンサート見つけやすいの。え、本当ですか。じゃあちょっと一生で小出しかもしれないです。固定ヘアホノピーみたいな重ためのパッツン前髪になったらどうする。めっちゃ気になる。まだパッツンですよね。しかも重ためのちょっとあれかもしれないです。ちょっと前髪作るのはあれですね。ちょっと抵抗あります。前髪出会った曲の中で難しかった曲、やりやすかった曲、それぞれ教えてほしいです。難しかった曲は何やろな。難しかった曲、まずNOWが難しかったです。NOWと今かかってるかかっちゃった。NOWとバー当たり号もなんか順番があれで、順番覚えるのがいつも間違えちゃってて、本番では成功しました。その2つぐらいですかね。もうナウは難しかったんですけど、覚えたらすごい楽しくて結構ダンスって感じやったんで嬉しかったです。でやりやすかったの、やりやすかった曲、全部やりやすくはないんですけど、なんやろ、あ、でもささささいこうとか、お、花火ありがとうございます。花火と花火じゃない、さささ最高はすごい楽しい曲なんで、やりやすかったです。コノノンとクルネーと3人の男性ユニットみたい。やってみたいです。顔半分ごめんなさい。ごめんなさい、コメント見てたら8、9、10期の新公演が決まったけどどう思いましたか。すごくびっくりしたし、嬉しかったんですけど、やっぱりなんかなんていうんやろ、ちゃんとじゃない、やっぱり多いじゃないですか。その中でなんていうんやろ、限られた人数の中に入らないといけない、いけないのでちょっともっと
もっと頑張らなあかんなっていう気持ちになりました。晴れ女、雨女、天気微妙そうだけど、キャンプも楽しみ。え？天気微妙なんですか？私、雨女って言われてるんですけど、大丈夫ですかね？本当に結構雨なんですよ。どうしよう。多分10期の中にも晴れ女がいると思うのでそれに負けます。負けるように頑張ります、晴れ女に。髪伸ばして将来ヘアドネーションするのかなと思ってました。こんな長いんですけど、まだ切ったことないから、したことないんですよ。30センチであれですよね、ヘアドネーションできるみたいな。30センチってどんくらいやろ、こんぐらいになりますかね。でもボブもやってみたいのはやってみたいんですけど、波床のなんやろが気になる。ユリはどうですか？めっちゃあれです、配信やってたじゃないですか。それ終わってから10期のみんなにいじられてました。これだけ髪長いと短めにしたら体重減りそう。体重減らしたい。切ろうかな。どんくらいあれですかね、何センチはどんくらい減るんですかね。1キロもないか。絶滅黒髪少女2回目だったけど意識したことは、そうですね、やっぱなんか初めて披露した時よりかはレベルアップした姿をお見せできるようにって10期のみんなとも言ってたので、レベルアップもそうですし、個人ではなんかちゃんとなんて言うんやろ、落ちサビのところでフリーみたいな感じあるじゃないですか。そこを違うことしたり、そういうところを意識しました。普段笑ってるの。めっちゃ笑ってますよ、本当に。自分で言うのもあれなんですけど、
多分コノノンも私のこと好きでよくこうやってくっついて来てくれるんですけど、ニヤニヤしながらめっちゃ可愛いですね。やっぱ年下メンバーが多いので、みんな妹みたいな感じで可愛がってるというか可愛いです。ユッキの密着、ユーリンの回いつやろ、楽しみにしてます。ありがとうございます。いつなんですかね、まだわからないので、私もいきなり言われるかもしれないんで、またこういう感じで配信、一人で配信なので多分緊張してると思うんですけど見てくださると嬉しいです。雨女、え、時期雨女多そうやね。え、そうなんですか。でもなんかクルネが雨女っていうのは聞きました情報が入ってきました。晴れ女いるかな。雨の中嫌ですね。こんばんは、10期生、そうです、10期生の村井優里です。セミロング似合いそう。セミロングどのぐらいですかね、まあ、このぐらいなら全然切ってもいつも多分変わらないんですよね、見た目は。ボブぐらいまで切らないと。ごめんなさい、無言の時間ごめんなさい。コノノン笑ってるのって、そうですよ、コノノンずっと笑ってます。ニコ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 してますね。ライブの見えた景色どうだった？なんかすごいですね。もうペンライトがあんなにあるのを初めて立ったので、舞台にステージに。よし、なんかコールもすごくてすごかったです。圧倒されました。なんか育毛できるの、そうです見えますか。頑張ったら出ます。でも普段あんま分からないですよね。
キャンプ毎年なんやかんやで晴れるから大丈夫よ。あ、そうなの。よかったですよかったです。もう晴れ女になりたいです。コンサート期間中に一番お話できた先輩、まだ私から全然お話しに行けてないんですけど、すごい、これ手出したらなんかなるって聞いたんですけど、これこれです。1でした。すごいめっちゃビームなっててる。で、何やったっけ。あ、そうやそうやそうや、お話できたしまなんですけど、こよりんさんがあの写真撮りたいって言ってくださった時に少しだけお話できました。ユーリのペンライトカラー宣伝して、とペンライトカラーは紫と白です。紫と白です。ビームすごいビーム似合うね。ビーム似合ってましたか。コヨリンさんとしてみたい曲、なんやろ、なんやろ、なんか系統全然違うくないですか。私と何が合いますかね。教えてほしいです教えてほしいです。何話そう。じゃあ最後に、二択教えたいと思います。毎日できたかな。よし、最後に2択お願いします。ほのぴーのことはなんて呼んでるの。ほのぴーさん、そうですね、二人の時は違うんですけど、基本ほのぴーさんです。二人の時は名字で呼び合ってる名字で呼び合ってます。
周りがキャラ濃い分普通の人も強いです。そうですよね、10期生ってめっちゃキャラ濃いですよね。あの何だっけ、10期とないでかの放送を見たんですけど放送を見たんですけど、なんかすごかったですね、みんな。一人の時は西田、そうですそうなんですよ。何やか、何やろ、よく言う。そうですね普通に話してもこう、なんやろって言ってます。いい、ダンスうまいけど運動苦手。ゆうりんは、え、私は多分得意な方やと思います運動神経いいまでは多分いかないんですけど、普通に運動できると思います。ママの得意料理は、ええー、ね、何やろな、料理何ありますかね。でも、これ料理かわからないんですけど私パスタが好きなんですよ。パスタが、それでお母さんが作ってくれるあの海苔パスタっていうのがあるんですよ。それが一番好きですパスタって料理じゃないかもしれないんですけど、どうかな。あ、結果出た。結果見てみますやっぱりそうですよね、家で食べる親の料理ですね。私もそっち派です。でも外で食べる高級料理もたまに食べるのがいいですよね パスタ料理ですか良かったです。どう、10月8日9日が、昨日発表されたんですけど、14周年ライブが開催されます。それで場所はオリックス劇場です。そして10月9日に
30枚目シングルの発売も決定してます。ありがとうございます。そしてそしてなんと夏じゃない何言ってんのやろ、秋から秋に新公演が開催されるのも発表されたんですけど、こちらが8期生、9期生、10期生の公演、新公演が始まります。15日と16日の見逃し配信も、見逃し配信が8月22日の木曜日18時までとなっています。で、発売すいません間違えました、8月15日に開催された NMB48 お夏の紅白祭りのアーカイブが8月22日木曜日の18時までとなっていて、16日の NMB48 サマーパーティー2024ファーストナイトのアーカイブが8月23日金曜日の18時までとなっています。そして8月17日のネクストジェネレーションライブとサマーパーティー2024セカンドナイトの公演のアーカイブが8月19日日曜日月曜日の17時から8月26日の月曜日17時までです。また無料で配信されているので、よかったら見ていただけたらなと思います。そして明日の、このワンセブンライブの配信メンバーが、8時20時からがキネイロハちゃん、イロハン10期生のキネイロハちゃんと、21時からは石山千尋ちゃんです、ちひるんです。ぜひぜひそちらもご覧ください。これこちら、あ、ありました。そしたら今日は初めてのライブやったんですけど、見に来てくれた方ありがとうございました。1時間なんかあっという間で、すごい楽しかったです。ありがとうございました。バイバーイ。